そう 遠ければ遠いほどいいっておばあちゃんは言ってたんだけども、うん、だから沖縄の人なら遠いからいいな、うんうんうん、それをで実際私は沖縄の人と結婚してお姉ちゃんはアメリカ外国の人と結婚したけどそれは一理あると思う、まあ、近くの人と結婚したことないから分かんないんだけどそうなんだよねそこなんだよね、うんえ生活とかそういうのは全部一緒？うん。あ考え方？うん。一番の考え方の違いは、まあ、沖縄にはだよ、うん。親戚付き合いが濃いでしょ。すごく良、うん、くも悪くも。うん。それが島だからね。日本のさらに島だからね。そうでしょ。で、あそこは多分ね、こっちが平成の時昭和な感じがするわけ。うん。まあ令和だけど、向こうはまだちょっと平成感があるけど。平成感がまだあるんだ。あるの。特にでもなそれは何で思ってんの？行動、うん、ファッション、うん、行動かな、考え方かな、うん、長男が絶対とか、うん、あの仏壇がとか、まあ、沖縄に関わらず田舎の方はまだ絶対残ってる話だとは思うんだけど、うん、我が家はどっちかっていうとそういうのすごい気薄だったでしょそうだね、うん、うちはないね、うん、うちはないない、うん、からこれがすごく私は結婚生活って普通だねまずは大変だったのよ、うん、てか普通なんだよね大変だね、うん、だってお年玉は赤ちゃんからもらえるの高校3年生ぐらいまで決まってんのもう決めなきゃいけないことなの一律1000円なの正しい高校生になっても1000円でいいの正しいいいの赤ちゃんも1000円うん奨学はないんだないその代わりもういろんな人がくれるわけじゃあいつの間にか1万円単位になってるなってるどんどん増えてて、だからそれはそっちの家族だけじゃなくて結構沖縄で沖縄で本家にこう集まってきた時に、うん、あ私でもあっちの子供をくれるわけ、うん、でもそしたら私たちもそっちの子供にあげなくちゃいけないでしょ、うん、だからあった1000円を結局こう戻してるよ本当にそういうことよそこまで1000円準備してなかったし本当に、うん、でそれは正月にこうみんな来てはいよはいよって1000円渡すのうん、それはないねないでしょない絶対ない でもさそれを考えれば、うん、今朝子が離れてれば離れてるほど関係がうまくいかないよねだって慣れてないのお互いがそうなのだからおばあちゃん多分もう認知症って逆に言うことを言ってたんじゃないのかな住んでた環境が近い方が価値観が似てるんじゃない味付けとかも食べ物のうん確かにとこっちの赤味噌を東北に持ってって結婚初日に赤味噌の味噌汁を東北で出したらあんなこれ煮詰めすぎじゃないかみたいなけど食べ物もそうだしうん、だって物の会話だってさそうじゃないあっちはちょっと離れてればさ共通のテレビの会話はできないし、うん、あの時そういえば、うん、あられちゃん流行ってるねとか言ったってビル分かんないからねこちらもっと遠いからねまあそうだね共通の話題がない共通の過去がないっていうのはそれしたらまだ沖縄は同じ日本だからね。少しでもずれてるでしょ、若干そっちにさね、うん。でもわかるか。うん、まあでもわかるよ。でもおばあちゃんもさすがにさ、海外はさ、飛び抜けては言ってないと思うよ。その多分、うちの家から離れてるっていうのは、まあ、宮城から福島。福島ね。そんな感じの違いじゃない離れてるってそんなもんじゃないかなおばあちゃんの考えだとねうん、うん、やっぱり実際はさ離れてれば難しいかな難しい距離が離れれば離れるほど難しいでしょいや難しいだってその文化があるのその地域のなんて言うんだろう考え方があるし地域の育て方がある全てでしょ、うん、実際はどうなのかこれは言えてるじゃあ逆に言えばどこで離れててああいいなと思ったのあそこああその考え方、うん、離れてればああ納得っていうところは何だろうでも新鮮な違いはああそっかそれでもいいんだとかこうあったよ同じとこ同士で育ってたら見えてない視界あの考え方とか、うん、でああなるほどそういう考え方もあるかとかはあったよねあその味付けでもいいんだとかあその程度の料理でも十分美味しいんだとかは、うんうん、まあ確かにあったよねそれは近いとちょっと見えないところだよねそうだねうん、うん、うちもそういう意味ではあったかなただ、うん、
子供が生まれるとこれまた変わってくるね。ただの2人同士の問題から子供が絡んできた時にまたこれも変わってくる。もうそれは沖縄として変わってくるの、それとも旦那さんの育った環境で変わる。あ、そうそうそう、どっちかっていうとそっち影響してる、ね、いろいろあるよね。もう、継続するのね。その前に、結局、日頃のね、そんな、あのウキウキ感もない日常があるじゃない、そのとりあえずの、もちろんその日常のところに父親との関わりがないと急に楽しい時だけいられてもただ母は疲れるだけ。家庭のところもじゃあもっとちょっと手伝ってよって、そうすればみんなでこう行きやすいんだよ、なるほどね。ずーっと早起きして私が全部準備して、じゃあ出かけるって言って泣いたら結局母が見て、これも母が見てで帰ってきて疲れたっても全部あと母が片付けをしてってやってたら、出かけるのも億劫になるでしょう。このぐらいの時、出かける時ぐらいは一人にしてよみたいな。逆にね、むしろ子供二人連れてってよみたいな。それわかる。そうでしょ。あ、そうだよ。あっちはそれ唯一の時間だから、ね、きっとそうだよね。だからさ、もうちょっと時間が経ったら大丈夫ね。でもさ、本当に手助けしてほしい時って前だったじゃん。いないよ。いないの。いない。なんかスッて消えてる。あれ？どこ？みたいな。本当にコテコテに疲れて、もうトライアスロンでもう体はもう本当にもう痛めつけられてるわけ。それでも次の日また走りに行くからね。そう行くの。で帰ってくるじゃん。そうすると機嫌悪いんだよ。あ、疲れてる。疲れてるから。そう。で帰りと帯のカチャ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 うるさいわけ。そうだよ。そう。で子供に行くじゃん。でそれを見て私は腹立たしいじゃん。悪循環なの。悪循環なの。悪循環ね。あれね、なんかそれは言ってたよ。別に子供に合わせる必要ないじゃんって言う。それビルも言う。で、ちらにどこ行ってきたの？したら、バイク見てきたっていう。それ自分がやりたいことでしょってことでしょ。そう、でもそうやって子供に合わせてるからあそこストレスになるんでしょっていうの。いや、それ同じようなこと言われた。なんで子供のために合わせなくちゃいけないのって、俺がやりたいことに子供がついてきてそれで楽しむか楽しめないかはそっちの事情でしょっていうわけ。まあでもそういうことでしょ。でもそういうことらしいよ、でも、赤ちゃんの時は新生児だ、まだ生まれたてでハイハイの時なんでさ、なんかすごい、ね、すごい大きい素敵な壺とかさ、なんかいろんなこうあるじゃん、床にね、でやっぱりこう置くじゃん、こう片付けるじゃん、いろんなところに、だけど結局それは子供が気をつければいいっていうわけ。これは赤ちゃんが触って危ないものだっていうことを教えてはいいけど、避けてしまったら赤ちゃんが避けねえだろうっていうわけ。いや赤ちゃん分かんないでしょ。そうなの。そう、あれは本当にカルチャーショックだった。ママトークまだまだあるよ。でタイプもう一回言うよって言ったの、ママがお風呂に上がってきた時には茶碗はもうなくなってるようにしてねって、これだけだから、いいよっつってお風呂に入って絶対やってねえよなって思ったわけ。案の定やってないわけ。何してたの。テレビか。ここに座って色食ってた。まあ今でこそ笑い話。今だから笑うけど、その時はもう忘れちゃうんだ。もう目から火が出るってわかる。わかる。その程度もっていう。しかも14歳になってって、もうさ。コビはパッとやるでしょ。あ、コビはそういうところはやんねえって言って絶対すぐに終わるの。あ、だけどカイはあ、いいよ簡単みたいなことを言ってここで芋食ってる。残念ながらママにだね。そうなんだね。もうそこがさ、でも痛々しいのはわかる。カイだって本当はそんなことしたくないんだけど。いや、してたんでしょ。食いたかったから食ってたんですよ。いや、でも忘れたんだよ。いや、芋が残ってる、大学芋が残ってる、何やる時って大学芋が残ってる。食べていいって確かに聞かれたの。ママ、大学芋2つ残ってたから。それは茶碗洗う前に聞かれたの。うん、もちろんもちろん。でもそれ覚えてんだ。それ覚えてるの。どうしようかね、これ。でもさ、あのさ、ほんと疲れるんだけど、次来の宿題とかピアノ見てるときに、
ちらここねこうだよ、あ違うこれはほらどの次この上はレだったでしょって普通に教えるでしょ、うん、でこっちも絶対その教え方の方が楽でしょテンション的に、うん、あそうだよ、うん、でもそうするとそのうんうんどうだみたいなこういう風に怒ってくるわけ、うん、怒り、うん、で、まあ、怒り返してくるでしょ分かんないからね、うん、でもそこはまあ落ち着いて落ち着いてとかって次の日になってまた同じことをするわけ、あ分かる、結局普通に教えて向こうは怒っただけで何も入ってないのに、はいはい、で、ま、いや怒りはしないけどね、カヤはね、んこっちが怒ってるどうでしょうとかそうそう、チラの場合怒ってくるから、うん、怒ってくるし、まあ、ちょっとその怒りからのなんか泣きじゃないけど、うん、怒り泣きみたいな、まあ、怒り感情が入ってきちゃうね、そう入ってきちゃうの、うん、分かる、だからそういう時に注意しても何にも入んないから、うん、もうこっちは我慢してだからどの上だったからレでしょとか、うん、まあ、宿題でも、うん、あの昔はじゃあ田んぼの中にあったのかなだからこれが町だよみたいな、うん、こんな教え方するでしょ、うん、3日目になってまだ入ってない、わかる、その時にさ3日目だっけ、いやもう3日目は怒る、あ3日目は怒る、さすがに怒る、まあ、そうだね、こっちも我慢してる、ね、怒ってるから、うん、でも3日目またその態度を取ってる場にできてないから、うん、ねえいやもうねえだって言ったでしょこれはどうねえ見るでしょってなるでしょ、でもね、こう怒るでしょ、4日目完璧に弾ける、できるんだよ、完璧に弾けるわけ、わかるの、じゃあ1回目一発目から怒ってやるんだって思うよ、でしょ、でも疲れるでしょ、こっちも疲れる、そういう教え方はしたくないし、そうこれを一発目にやったらまあピアノも嫌いになるし、結局、ね、怖くなる、怖いっていう風な気持ちになって面白くなくなるわけよ、そこの時点で、いやでもそれ楽しいけど、チラの場合ね、チラの場合はめっちゃ怒られる、うん、でめっちゃ泣いたとするでしょ、水曜日、うん、で木曜日弾けたとするでしょ、うん、確実に絶対弾けるから次の日に、うん、楽しい、もう一回聞くとかってなるの、できればやっぱり楽しいわけ、うん、でもここでも褒めて褒めて褒めてこっちも我慢して褒めてできた時の達成はない、ないのないんだ、うん、どっかで閉めないと、どっかで閉めない我慢、最初の方なんて特に簡単な時なんてできるだけ怒んないでやったんだよね、うん、でもな結局1週間経ってこれはないだろうみたいな、そうだよね、うん、で次の週になってでさあっちも怒ってるわけさ、できないだから何にも、うんうん、ゲットしてないからね、うん、習得してないから、ね、そうでこっちは普通に教える怒るもう分かってるとかって言いながらもやる、うん、だから月か水曜日に思いっきり怒ったんだよね、うんうん、で次の日もできてないかもしれないけども、もっと集中してください明日からって言った次の日の朝一発目でもうできてるの、昨日できてなかったことは、でそこで怒ってなかったらできなかった、大体的に覚えてない、さじ加減が実に難しい、もうまだ覚えてるんだけど、小学校4年生だか5年生だかの時にさ、調査の調ってあるじゃん、うん、でこれは調査の調なんだよ、調理の調っていうね、調理器具とかな、うんうんうん、調理するとか、あとはこれは調べるっていう風なんだけど、今は調査の調でいいよっていう風になったわけで、はい、じゃあこれ調査って読むんだよ、言ってごらんって言ったら忘れたっていうわけ、うん、え今のこの会話で、そうこの会話で、この数秒後で、うん、でかいくんじゃあ調査、はいじゃあかいくん言ってごらんって言ったら分かんないっていうわけ、うん、でえかいくん分かんない、どういうことって言って、だから調査だよ、はい言ってごらんって言ったらまだ言えないので、あ分かった分かった、長いかなって言って、超はい言ってごらん超って言ってたわけ、うん、で超で、はい、で言うのね、で調査さなんで集まったの、調査んちょんとかってやるわけ、これちょっと難しい、超っていうのが難しいのかなって、イカリア長介って覚えて、イカリア長介の長、イカリア長介、イカリア長介、もう一回言ってとかって言って、長介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 、イカリア長介長介さ分かった、もうこんなに言えないんだったら、じゃあ空にちょっと書いてみようっつって、1、2、3、漢字を書けるからね、3、4、5、6、7、書けるのに言えないの、言えないの、でもやっぱりもちろんだ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 んこっちも熱が上がってくるじゃん、調査だよね、ママもう絶対調査しか言わない、あそうなんだ、で次の日も覚えられなかった、あるねそういうのってね、で数年後にやっと何かの時に調の時に調って言った時に、カイ君これ調査って分かってなかったんだよ覚えてるって言ったら、うーん
うん、覚えてないんだって、分からなかったんだから。覚えてない、まあ、そうですね。もうさ、しかもさ、本人の中でもうダメですってなってない？もう聞いてるようで聞いてないっていうかさ、もうさ、言いたくもないんだと思う、もうそこまでの問題になると。うん、そうだろうね。うん、こっちがね、手を引くべきだったなと思う。まあ、こっちも負のループに入ってくるんだ。ムンモンするんだよ。そう、わかる。何にも、なんでこんなに教えたのに、うん、こんな簡単なのが習得できなかったってモンモンするんだけど、これを突き詰めても絶対ダメだから、うん、突き詰めちゃう、私突き詰めちゃうよ、うん、でも絶対ダメだからもう無理やりやめて離れるんだよね、そこから。でも向こうはその投げ出されたことに対してやだーとかってうちは言うんだよ。すごいじゃん。あ、こっちの気持ちと持ってきたところがないから。え、でもうちなんかは、あ、そう、終わり、あ、じゃあ終わりやったみたいな感じだよ。違う、うちはもう見捨てられたと思うので、きっと。あ、そうなんだ、うん、へえ、いいじゃん、そしたらやる気あるんじゃん。そうだ、やーだーがさ、もういいよ。皆さんいかがでしたか。今では全てが笑い話ですが、お互いその時は悩みに悩んだ結果の話です。一人三役、妻役、ママ役、そして時には先生、話を聞いていたらどこも一緒だなって。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。